撃墜したサーエゲと見られる無人機の破片を公開するイスラエルのネタニヤフ首相。2018年2月。サーエゲはイランで開発された無人航空機、無人攻撃機である。タスニム通信による2016年9月の情報、及び翌10月のイスラム革命防衛隊航空部隊、ハジザで司令官の発表によれば、サーエゲと命名された この無人航空機は2011年にイランのハッキングによって露核されたアメリカ製の無人偵察機 RQ-170 センチネルを参考に開発されたものであるとされる。RQ-170 をコピーした原型機シームルグは少なくとも2014年11月頃までには初飛行に成功していたとみられ2015年5月に公表されていた。 オリジナルの R9-170 に並走が搭載可能かは明確に公表されていないが、これをコピーしたシームルグの武装搭載モデルとされるサーエゲには4発の誘導爆弾を搭載可能とされている。また、全翼機型の形状は類似するものの R9-170 のようなステルス性能がシームルグ、サーエゲにあるかは不明である。 2018年2月のイスラエルとシリアの軍事衝突の際、シリア領内からイスラエル領空に侵入した無人航空機をイスラエル航空宇宙軍の R-64D 攻撃ヘリコプターが撃墜したことが報じられたが、この際に撮影された無人機の形状が RQ-170 に告示したものであったことから撃墜された無人機は イラン製のサーヤゲであったと推測されている。ありがとうございます。